では判決を言い渡します。主文、被告人江原明宏を懲役6月に処す。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。そのはずだった。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか？はあ。何を急に？何の話ですか？分かりませんまだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は御子柴ヒロと言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。万死に値する人間です。それが何の罪にも問われず、ずっと能々としていたんですから、法なんてものは全くの役立たずだ。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか。ですから矢上さん、今回調査をお願いしたいのは御子柴殺害の真相についてです。おい、何撮ってんだ、ふざけんなこの野郎。忘れ去られた事件と被告人。江原さん、待ってください。御子柴ヒロの死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。大変結構だ。その幕引きは狂気の幕開け。あんた御子柴ヒロって例の大学生殺しを調べてんだって？ハンピン・リューマンに襲われたのもそのせいだったんだろ？御子柴くんの件には関わらない方がいいって、これを渡すように言われました。これ御子柴ですか？殺人動画だ。御子柴が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。歪んだ正義が生み出す新たな犠牲者。そんな嘘だろう。復讐劇によって明かされる。背中には気をつけんだぞ、探偵。痛めつけても意識はしっかり持たせる。恐怖って意識をな。世の中に潜む心の闇。自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。なのに私には何もできなかった。杉浦、狙うなら俺を狙えよ。お前に何ができんだ、兵棒探偵。手を引け矢上、お前のためにも言ってんだ。私はあの日起きた痴漢と殺人を二つで一つの事件として見直したいんです。一つずつやっつけていこうか。怪盗さん、文句なしの真実を突きつけてさ。真実の先に待ち受けるのは、止まれ！破滅か救いか。自分のやってることは正しい。だからそこに出る多少の犠牲には目をつぶるしかない。彼女はもう声を上げることもできねえんだぞ。そこから目そらして何が正義だ。